YSL キャンディグローバームを全色紹介。平野翔さん使用色も。YSLVSD オール。人気デパコスリップバームを徹底比較。どっちがおすすめ。平野翔効果で売り切れ続出。キャンディグローバームの人気の秘密に迫る。平野翔という名前が世に知られたのは、彼の俳優としての才能と、無邪気な笑顔が一役買ったことは言うまでもありません。しかし、 彼がただの俳優ではなく、現代の若者にとってのアイコン、さらにはアジア全体の象徴となったのは、彼が持つ独自の魅力とカリスマ性が理由でしょう。この魅力が、彼を YSL の初となるリップバーム、キャンディ・グローバームのアジアアンバサダーに選ばせた背景には、ただのブランドプロモーションを超えた深い意図があると考えられます。キャンディ・グローバームは、単なるリップバームではなく、 現代の美意識を反映する新しい自己表現の手段として、特に若い世代に強い影響を与えています。リップバームというと、従来は保湿や乾燥防止の役割が主であり、化粧品としては脇役的存在でした。しかし、YSL のキャンディグローバームは、この認識を覆し、唇そのものが輝きと血色感を持つ新しい美しさの定義を打ち立てました。特に平野翔が的をこのバームは、 彼の持つナチュラルな魅力と相まって、唇に自然なツヤと潤いをもたらし、まるで内側から輝くような印象を与えます。この特別なリップバームは、単なるメイクアップ製品としてだけでなく、自己表現の一環としての役割を持ちます。多くのファンがこの製品を使うことで、自分自身の内側から輝く美しさを引き出すことができると信じています。それは、 従来のリップスティックやグロスが果たしてきた役割とは異なり、より自然で、本来の美しさを引き出すものです。また、この製品が特に注目される理由の一つとして、ジェンダーレスな視点からのアプローチが挙げられます。平野翔がこのリップバームを使用する姿は、性別を超えた美しさの象徴として受け入れられています。これにより、男性ファンも増加し、 リップバームという製品がもはや女性だけのものではないという新しい視点が広まりつつあります。これはコスメティック業界全体においても新たなトレンドの一端を担うものであり、今後の製品開発やマーケティングに大きな影響を与えることが予想されます。このように YSL のキャンディグローバームは単なる製品としてだけでなく、時代の変化を象徴するアイテムとして位置づけられています。それを象徴するかのように、 YSL は平野紫を起用することで、アジア市場における存在感を一層強化し、若年層からの支持をさらに広げています。平野紫の持つエレガントさと、彼が表現する力強さと柔らかさのバランスは、YSL の革新性と見事に調和しています。このコラボレーションは、ただの広告キャンペーンではなく、YSL が掲げる、自分らしさを大切にというブランド哲学を具現化したものです。 彼の起用は、単なるモデル以上の意味を持ち、現代の消費者が求める価値観やライフスタイルに深く根ざしています。特に、個性を大切にする風潮が強まる中で、自分自身を表現するための手段としてのコスメの価値が再評価されており、この流れに乗って、YSL と平野賞のコラボレーションがさらなる支持を集めています。このリップバームが特別な存在である理由は、単に保湿や潤いを与えるだけでなく、 使う人の内面の美しさを引き出し、それを唇という小さな部分に反映させることができる点にあります。まさに、YSL が目指す、すべての人が持つ独自の美しさを引き出す、というコンセプトを具現化した製品といえるでしょう。これからの季節、特に乾燥が気になる時期に、このリップバームは必須アイテムとなること間違いありません。また、平野紫のビジュアルがもたらす影響力は絶大であり、 彼が使用する2色のリップバームは、店頭でも瞬く間に売り切れが続出しています。彼のファンだけでなく、コスメティック愛好者たちも、この新製品の特別な質感とカラーに注目しています。従来のリップスティックとは一線を画すこのリップバームは、若者たちに新しい美しさの形を提示し、自己表現の一環として取り入れられています。さらに、YSL が展開するプロモーション活動は、 単に商品の販売を目的とするものではなく、消費者との深いコミュニケーションを重視しています。平野翔を通じて、ブランドのメッセージがより直接的に、そして感情的に消費者に伝わるよう工夫されています。彼の魅力は、YSL のブランドイメージと見事に一致しており、このコラボレーションが生み出すシナジー効果は計り知れません。特に、SNS を通じて広がる情報の波は、瞬時に世界中のファンに届き、 製品への期待感を高めていますそしてその期待に応えるかのように製品自体もその品質の高さと革新性で注目を集めています平野翔がこのリップバームを纏う姿は多くの人々に自分もこうなりたいという願望を呼び起こし実際に店頭で手に取ることでその願いを実現できると感じさせていますこのようにキャンディグローバームはただのコスメティックではなく 自己表現の手段としての新しい可能性を秘めた製品です。それは、唇という小さな部分に、自分の内面を映し出すことができるというコンセプトに基づいています。これまでのリップスティックとは異なり、自然な血色感と艶を持つこのバームは、あらゆるシーンで活躍すること間違いありません。例えば、日常のカジュアルな場面でも、特別な日の華やかなメイクにも、このリップバームはその存在感を発揮します。 YSL が掲げる「美しさとは自分自身を最大限に表現すること」というメッセージは平野紫というアイコンを通じて多くの人々に強く響いていますこのリップバームをまとうことで誰もが自分らしさを表現できるそれがキャンディ・グローバームの真髄なのですそしてこのキャンディ・グローバームがもたらす影響は単なる美しさの追求にとどまらず 時代の変化や社会的な価値観の変革とも深く関わっています。現代において、コスメティックは単なる外見の装飾品ではなく、内面的な自己肯定やセルフケアの一環としての役割を担っています。平野翔がこのバームを使用することで示すのは、自分を愛し、大切にするというメッセージであり、これは多くのファンにとって強力なインスピレーションとなっています。特に、日本の若い女性たちにとっては、 平野翔の存在が大きな励みとなり、自分らしさを大切にするきっかけとなっています。彼の活動を通じて、ファンはただ製品を手に入れるだけでなく、平野翔が伝える、ありのままの自分を愛するというメッセージを日々の生活に取り入れています。このリップバームは、ファンにとってただのコスメではなく、自己表現の象徴であり、彼とのつながりを感じられる特別なアイテムとなっているのです。さらに、 キャンディグローバームは環境に配慮した製品作りという点でも注目されています。現代の消費者は製品の品質だけでなくその背景にある製造プロセスやブランドの姿勢にも敏感です。YSL は環境への負荷を減らすための取り組みを強化しておりリサイクル可能な素材の使用や動物実験の廃止などサステナビリティに配慮した製品作りを進めています。 平野翔がアンバサダーとしてこの製品をプロモートすることで、彼のファンにもこうした環境意識が広まり、よりサステナブルな選択をするきっかけとなっています。平野翔自身も、環境問題や社会的課題に対して強い意識を持ち、積極的に発言してきました。彼の影響力を通じて、若い世代がコスメを選ぶ際にも、ただ美しさを追求するだけでなく、 その選択が環境や社会にどのような影響を与えるのかを考えるようになるのです。これは、単に美しさを売りにするブランドから、社会的責任を果たすブランドへと進化を遂げた YSL の姿勢を反映しており、平野翔の影響力がこのメッセージをより多くの人々に伝える助けとなっています。また、このリップバームが特に人気を博している理由の一つは、その多様性です。キャンディグローバームは、 ただ唇に潤いを与えるだけでなく、日々のメイクにおいてさまざまな役割を果たします。自然なツヤ感は、ナチュラルメイクを好む人々にもぴったりであり、濃厚なリップカラーが苦手な人でも気軽に使うことができます。また、重ね塗りすることで、より個性的な表現が可能になり、使う人それぞれが自分のスタイルに合わせた使い方を楽しむことができます。この自由度の高さが、 現代の若者たちのライフスタイルにマッチし、製品の人気を後押ししています。平野翔がキャンディ・グローバームを使用するシーンは、まさに彼自身の生き方を反映しています。彼は常に自然体でありながらも、新しいことに挑戦することを恐れない姿勢を見せてきました。彼が的をリップバームの輝きは、ただのメイクアップではなく、彼自身の個性と生き方を表現するものであり、その姿に共感するファンも多いのです。 ヒラノショウがこの製品を通じて伝えるメッセージは、ありのままの自分を愛し、大切にすることの重要性です。そして、そのメッセージが込められたリップバームは、単なるコスメティックを超えた存在として、多くの人々に受け入れられています。YSL とヒラノショウのコラボレーションは、これからも多くの人々に影響を与え続けるでしょう。特に、社会の価値観が多様化し、 自己表現の手段が広がる中で、キャンディ・グローバームはその象徴的な存在として、私たちに新しい美しさの可能性を提示しています。平野翔という一人のアイコンを通じて、多くの人々が自分らしさを見つけ、表現することの楽しさを再発見しているのです。キャンディ・グローバームは、これからも私たちに寄り添い、自分自身を表現する手助けをしてくれるでしょう。そして、 その背後にある YSL のメッセージや、平野紫の輝く笑顔が、さらに多くの人々を勇気づけ、前向きな気持ちにさせてくれることは間違いありません。このリップバームが持つ魅力は、単に見た目の美しさだけではなく、それを使うことで得られる自信や、心の豊かさをもたらす点にあります。これからも平野紫とともに、キャンディ・グローバームが多くの人々にとっての特別な存在であり続けることを、心から願っています。